おはようございます、星野瑠璃です。2021年東海ステークスの予想ということで、と JRA で唯一のダート G2 レースの東海ステークスとなるんですが、と今年は有力馬が川崎記念に向かうという馬が多くって、少し小粒なメンバーとなりました。で G1 馬はインティの1頭のみとなっていて、重賞勝ち馬で見てみてもインティ、ムイトオブリガード、と早やっこ、アナザートゥルースの計4頭だけとなっています。と重賞勝ち馬の4頭とも安定感という面で見ると、まあ、ちょっと安定感に欠ける馬となりますので、まあ、いつも通り大荒れな中京重賞をまあ想定した方がいいかなと思います。それではいつも通りデータから紹介していきたいと思います。まずデータその1、チャンピオンズカップ組、同じコースで行われるということもあるし、そもそもレベルが高いのでチャンピオンズカップ組が好走するというケースが多いです。大敗した馬も巻き返してきていますので、前年のチャンピオンズカップに出走していた馬は全て注目です。今年の該当馬はインティーとアナザートゥルースの2頭となっております。続いてデータその2、前走時期、東海ステークスは12月にレースに使っていた馬が強くなっていて、1月開催になった2013年以降で馬券に絡んだ24頭中18頭が前走は12月でした。今年の該当馬は10頭います。休み明けの馬というのも多くいますが、基本的には使ってきた馬の方が有利ということになります。休み明けで馬券に絡んだ馬は2019年3着のスマハマの1頭のみとなっているので、休み明けの馬は割引した方がいいと思います。続いてデータその3、5歳馬、東海ステークスは毎年5歳馬が馬券に絡むレースになっていて、中京1月開催になった2013年以降は毎年馬券に絡んでいて8年中5勝しています。今年も5歳馬は頭候補として期待したいと思います。今年出走する5歳馬はダンシングインディー、K.I. パープル、ダノンスプレンダー、早やっこ、オーベルニュの計5頭となっています。こっからはまとめに入っていこうと思います。と中京も土日とも雨予報となっておりまして、と金曜日から降っているらしいので、と東海ステークスは、まあ、両馬場で開催されるということは、まあ、まずなさそうです。そうなると馬場が速くなると考えるのが、まあ、普通なんですが、この時期はダートが凍るというのを防ぐためにの凍結防止剤というのを撒くので、そのことは頭に入れておいて、まあ、予想をした方がいいかなと思います。ダートに水分が多い状態で凍結防止剤を撒くとダートに粘り気が出てかなりパワーのいる馬場になるというのが一般的です。凍結防止剤を撒かれるのは夜になるらしいので、撒いたら JRA が発表するので、まあ、チェックしておいた方がいいと思います。そして中京重賞は、まあ、相変わらず荒れまくっていて、この表が今年行われた中京重賞で3着以内に入った馬の人気の表です。去年も中京重賞は荒れまくっていまして、今年も常に荒れているという現状です。
そして気づいている方は、まあ、少ないかもしれませんが、今年の中京メインレースは一番人気が一度も3着以内に入っていません。1着どころか3着も一度もなしという状況になっています。土曜日の中京メインは3勝クラスのハンデ戦ということを考えると、東海ステークスまで連続馬券外記録が続いているという可能性も、まあ、ありえます。でおそらく一番人気は、まあ、どの馬になるのかなと思うと、まあ、多分インティになるんじゃないかなと思いますが、この連続馬券外記録というのを考えると、まあ、インティはとても本命には、まあ、しづらい馬ということになります。とは言っても、まあ、今回のメンバーは、まあ、インティからするとかなり楽なメンバーになっていると思いますので、まあ、普通に考えればインティが勝つかなと思いますが、すごい難しいところです。ということで、いろんなことを考慮して私の本命は12番のアナザートゥルースにしたいと思います。と重賞2勝の馬なので、今回のメンバーでは、まあ、かなり上位になります。力上位になります。で金層は、まあ、ちょっと不安定な感じなんですが、前走のチャンピオンズカップは先行馬にはきつい流れでしたし、そもそもメンバーレベルが高すぎたので、まあ、しょうがないかなと思います。で日本テレビ杯はルメール騎手が騎乗しましたが、珍しく無理やり前に行きたがって、結果的にオーバーペースで最後は失速してしまいました。もっと我慢できていれば馬券内はあったかなと思います。でエルムステークスはタイムフライヤーとウェスタールンドに今負けて、アンタレスステークスもウェスタールンドに負けています。タイムフライヤーやウェスタールンドが東海ステークスに出ていれば間違いなく人気になっていて、まあ、さらに構想確実な馬なだけに、まあ、この2頭がいなくって強力な実績馬がインティだけとなっているなら、まあ、かなり構想できる可能性が、まあ、高いと思います。で今回はダンシングインディがおそらく逃げるんですが、インティも含めて他の馬は無理に競ったりしないと思いますので、ペースはある程度落ち着くと思います。ペースが落ち着くと中京ダートは圧倒的に前有利になりますので、アナザートゥルースにとってはベストな展開になりそうです。重いダートの地方でも重賞を勝っている馬ですので、凍結防止剤を巻かれてパワーのいる馬場になっても対応できるので、ここは期待したいと思います。で2番手に挙げたいのが9番のダノンスプレザー、ダノンスプレンダーデビューから11戦で馬券外だったのは初重賞挑戦だったシリウスステークスの4着だけというかなり安定感のある馬になっています。で安定感があっても前走は低レベルなメンバー相手に鼻差で、まあ、少し物足りない感じはするけど、安田調教師のコメントでは、まあ、先頭に立つと気を抜く面があるということです。おそらく勝ちきれないレースが多いというのは、まあ、そういうところが影響していて、相手なりに走れているのは馬の性格上の問題なんだろうなと思います。今回は前走よりメンバーレベルが上がるとはいえ、まあ、強敵はインティぐらいなもので、まあ、続けて構想してくれそうかなと思っています。で以下はインティに加えて残りの5歳馬にしたいと思います。なので2番のダンシングインディ、7番の敬愛パープル、10番の早やっこ、11番のオーベルニュまでということで、買い目なんですが、不審な一番人気のインティは、まあ、3連複の軸として買おうかなと思います。で相手がかなり弱いのでさすがに3着はあるだろうと思います。で馬連は配当の安いインティを切って
9番のダノンスプレンダーと12番のアナザートゥルースから5歳馬に流すといったような馬券にしたいと思います。なので馬連で9番と12番から2、7、9、10、11の9点で、3連複はインティからで6番から、フォーメーション3連複のフォーメーションで1列目に6番、2列目に9と12番で、3列目が2、7、9、10、11、12という買い目を、まあ、現状では考えております。また当日の傾向、パドックの状態、馬体重の増減やオッズなどを見て、最終的な勝負の買い目はブログの方に書きたいと思います。先週もブログの方で最終的に書いた買い目が全部重賞メインレースで、まあ、当たっておりますので、そちらの方もよろしければ参考にしてみてください。私のブログはツイッターをフォローしていただければ、ブログが上がればツイッターが上がるようになっておりますので、ツイッターの ID を概要欄に記載しておきます。そちらの方も参考にしてみてください。じゃあ2021年東海ステークスの予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。